こんにちは。今夜から明日にかけて、今シーズン最大の寒気が日本列島に入ってくる見込みです。一体何が起こるでしょうか。今回は寒気の入り方の種類という点に注目して考えてみたいと思います。寒気は、えー、上空5500メートルと上空1500メートルで主に、えー、観測されます。 上空5 5 0 0ルが特に強いパターン反対に1 5 0 0ルの寒気が特に強いパターンこの2種類がありますどっちのタイプになるかによって天気傾向に違いが出てきます空気は温めると軽くなり冷やすと冷たくなりますですから、えー 冷たい空気が下、あったかい空気が上の時は、なかなか空気が混ぜられず、大気の状態は安定ということになります。反対に、上空に重いい冷たい重くて冷たい空気、下の方に軽くてあったかい空気があると、混ぜられやすい帯流、帯流が起こりやすいということで、積乱雲が発生し、発生しやすくなります。大気の状態が不安定というふうに言えます。 今回はどうでしょうか。これが上空約5500メートルの寒気です。マイナス30度の線が、えー、北陸あたりまで南下しています。まあ、そこそこ強い寒気ではありますが、極端に強い寒気という感じはしませんね。マイナス36度でさえ東北地方までしか降りてません。では、えー 上空約1500メートルはどうでしょうか。上空約1500メートルでは、マイナス12度の紫の線が関東付近まで降りてます。これはもう最大級の寒気と言っていいかいいかと思います。雪の目安のマイナス6度、水色の線が、えー、もう伊豆諸島、九州の南まで南下していますね。 上空1500メートルでは寒気が結構強いというわけで今回の寒気は右側の図上空1500メートルではかなり強いですが上空5500メートルではそれなりの強さという感じですですから、まあ、極端な大雪というよりはとにかく寒くなるそんな感じの寒気ではないかと思います一体どうなるでしょうかご視聴ありがとうございました